ケルちゃんは食材やろ。最初の準備ですね。マケルちゃん食材。こういうのやっぱ繋がってるから余裕ないの。おお。卵割るの結構上手になったの。いや余裕。あまりにも余裕すぎるわ。でここに油を。めっちゃ入れた。まあいいですよこれで。でここに白だしを追加していきます。白だし、ね。追加したら塩を。スムーズ。でこれでまた混ぜましょう。ああ、いいな。知らん。え、なんででしょう。伝説です。これでいいですね。まあ、これで一旦混ぜましょう。油が多すぎるし、盛大な味噌かもしれました。ちょっと待ちます。待ってる間それで油ひっくり返したらもう大やけど。その時点で病院遅れ遅れ遅れ遅りや。寝てしたらあかんやん。死ねば死ねば死ねば。いや死ねば移したらあかんようなことせんとって。はい、いや本当だめる。あげんちゃんあれやで、ほんまご飯できるまで宿題しとかんと。なんで当たり前。あ、漢字からすると前お母さんとやったみたいにひらがなから全部書いたら今度はすぐ終わった。お母さんとやったやろう。どういう顔がもうお母さんとでもなんかやらなさそうな顔。入れすぎや。下に下。下にやらなかね。意味わかった。これの下にやらない。いやさっきはやっとったで。でもあ、ほんま、うん、でも入れすぎやん、それ。あ、でもそこで持ち上げてもたら鼻外れてまう。持ち上げんでいいんやで。めっちゃお父さんが言うて逆だよそれ。さっきできとったもんな。本当間違えた。さっき逆にしとった。俺よりも下手なのちょっとまたのはひっつかへんからめっちゃ言うやん。ちょっとましてひっつけてから俺よりも下手なの。油足した方がいいの。テンション超下がって乗ってる間まだまだ100年甘いな。違う、集中したで、こうしたら最後のあげんちゃん食うくらない。絶対ご飯来たら食べたほしい。なんで当たり前。おかしいじゃん、そんなの。いきます。肝心のところ、一番。あ、いいやんか。いいやんか。味が良ければ何でもいいんや。あ、味も、食感もある。うるさいわ。なんで下手かやったらば、そこにあるやん。そうや。いや、でもね、ノートジャムル鮭食べよったらできひんや、またうますぎる。今まで俺が作ってきたのが一番うまい。うまい、よかった。マジでうまいよ。いや、もう天才すぎた、あまり。え、これ相手200円ってやった。天才的な全、うん、てが完璧だ。塩を入れるよう、白だしを入れるよう、卵を1回にどれぐらい入れるよう、全て完璧やった。でも入れすぎやん、それ1回。あ、でもそこで持ち上げてもたら、まあもうオムライスも作れるから。次、オムライス作ってもらおうか。いや、オムライス余裕で作れた。ほんま、うん、もう明日はオムライス。あ、何マジで美味しい。自分で作った料理の食事。え、お母さん、少し食べてみて。うん、食感は、うん、わかんない。美味しいよ。
マジでうまそう。マジでうまい。ドーンとジャンネル。ということでね、卵は完食したけど、かけるが完食して今、ね。俺はボロネーゼを持っている。はい。でかい。で、ボロネーゼ。ボロネーゼじゃないです。ペペロードも。ちゃんと？うわ！私の名前はペペロードも。最もペペロンチーノを愛していない男だ。え？私はボロネーゼしか愛しない。なんやねん、ペペロンチーノやないかい。だから、ペペロンチーノや。こうちゃん、ボロネーゼ来たー！俺はボロネーゼ派だからね。そうだよ。私はペペロンチーノの。美味しそうや、ペペロン。裏切り者だ。私はペペロンチーノ民族を裏切る。いい匂いや。その代わり、ボロネーゼ共和国に入った。ありそうでしょ。めっちゃ美味しいやん。味もちょうどいいやん。結局、ペペロンチーノ食べようね。うん、うまい。やっぱペペロンチーノ共和国に帰るか。ドーンとジャンネル。お腹いっぱいやって。お母さん。大豆が入ったなんかあれ、ハートの大豆じゃない。え、あれ大豆入ったよ。40杯。あれ、あの裏にだから大豆入っとくな。ここは。でももうごちそうさまやから持ってきてよ。卵も食べてまいよ。え？誰が作った卵食べてる。うん。ちょっと残って。残す。残すらしい。やりすぎました。ガチでやりすぎた。だけじゃん。おやつ食べとった
んちゃん。そうやで。おやつ食べすぎてご飯残したん。多分そう。え、それは。完全に。怒られるパターンじゃない？おやつを食べすぎてご飯を残したやつ。誰だ？僕じゃないです。え、たけるなんか自白しない？え、だってあれ大事やもん。お菓子じゃないやん、大事。大豆って何？あの大豆を使ったなんかハートのなんかクッキーみたいなやつ。クッキー？クッキーみたいなやつ。大豆で作った。あ、おやつやろ。おやつじゃないやん。え、だけど、たけるもう一つ言ってなかったっけ？あれあのな、ラーメンのやつ。いや、ほんまにラーメンの。え、ベビースターラーメン。ちっちゃいやつみたいな感じ。いや、これはもう。あ、やべ。だけど、たけるさ、お菓子食べてる。これ見てたら、おやつって実感するんだよ。おやつラーメン。思いっきりおやつって泣いとるやん。おいおい。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。